白い歯で直したいとのご希望です。中学校2年生くらいの時に前から4番目の奥歯に虫歯ができて治療をしました。その時は銀歯か銀歯じゃないのかを選んでよかったので先生と相談した結果白い詰め物を入れられて治療は終わりました。高2になってその詰め物が取れてしまったのでその時に、行っていた歯医者と違う歯医者に行って治療してもらったら何も相談されずに銀歯を入れられました。笑うとちょうど見えるし、格好悪いので、歯医者に銀歯が嫌だと言ったら、銀歯じゃないのだったら3万円かかると言われました。中学校の時に行った歯医者は、万もかからなかったと思うんです。けどそれ以外に方法がないみたいで、でも本当に銀歯は嫌なんです。私は口を開けてお笑いする人なんですが、笑うと銀歯が見えてしまうので、気になって笑えなくなってしまいました。今は暑いけどマスクをしています。本当に嫌です。でも3万はきついです。どうしたらいいのでしょうか?という、ご質問です。上の歯の4番目の歯、前から数えると4番目の歯っていうことですかね。前から4番目。まあそうですね。第一小臼歯になると思うんですが、まあ、かぶせ物でも白いものができないことはないんです、実は。レジンジャケット管って言われるもの、を入れることができますので、本来、この先生が言われたように、言うのは、本当はナンセンスだと思います。レジンジャケット管も含めて直さなければいけないんだとは思うんですが、レジンジャケット管には一つ制約がついていて、光合に関与しないっていうことが必要になってきます。光合に関与しないということは当ててはいけないに近いということです。要は、その歯が当たらない歯であれば、やってもいいよというような状況なので、ここが、保険治療のかなりグレーゾーンではあるところだと思います。本来、この歯に噛み合わせのところで当ててしまうと、すぐにこの歯は割れます。ですので、銀歯になっているというか、まあ、クラウンの形態なんだとは思うんですが、こういった形でクラウンの形態にされるのを銀の歯を選ぶというのはまあ第一選択で我々もあるかなと思います。もちろん3万円というのは高額治療なのかもしれませんが、クラウンとすれば3万円という金額はそれほど高い金額ではないと思いますので、まあ考え方にもよりますが、まあもし良ければこういった形でかぶせる3万円の治療の方を選ばれた方がおすすめなのかもしれません。以上です。